ゆうちゃむヤングのおしゃべり10月26日ヤクルト25回戦1対5で負けました。そしてヤクルトスワローズ優勝おめでとうございます。6年ぶり8度目でしたかね。おめでとうございます。おめでとうございます。そしてベスターズは最下位が決定しました。ありがとうございます。はい、最終戦でしたね。ホームね、ホーム最終戦でございました、はい、今日は詰まってたね。詰まってた、ね、なんだろうな小園くんたちも見に来てたでしょね。そうなぜ今日みたいなねなぜ今日なんだい。あ、なんかね、こうなんだろう、目の前でこれを見た来シーズンが本当に楽しみですよ。そうだね。まだそれ何、まだ入ってきてない来年のルーキーたちも見てるっていう。どう思うかだよね。もうね、来年熱いですね。そうだね、はい、熱い思いにくれればいいけど、最終戦終わって次の日から始まってもいいですよ。熱いですから、僕たち。気持ちで。それぐらいの気持ちでね。だから、なんでしょう、今年のこの2021年のハマスタは、ソフトボール、野球、ヤクルトと、3個の聖地になりました、ね。はい。1個もね、ベスターズが。3つの聖地。はい。なので、よろしければですよ、まあ、オリックス、ロッテ、どちらなるかまだ分かりませんが、よろしければ、もうハマスタに来てもらって。そうだね。日本シリーズも、よければ最後の試合はハマスタでやってもらって、すべてハマスタでっていう、すべての聖地にしてもらえれば。そう、パワースポットかもしれないからね。はい、ベイスターズがそれ使いやったのしてるね。そのパワーをね。では、はい、今日のオベイポジ。オベイポジ。一生懸命かな。しかもなんていうの、ありすぎて、その情報がありすぎて、もうもはや怖いんですけど、もうそうだよ、もうどこまで行くんだ、牧秀悟にね。もう神奈川の牧、淡々と打つ音。そう。それで、それだよ。そう、もう書ききれないから、ちょっともうここに出しましたけど、いや、すごいですね、これね。7打席連続安打、5打席連続2塁打。セリーグ新人最多。これはプロ野球記録だからね。記録。セリーグ最多35二塁打。歴代新人最多14度目の猛打賞だって。うん。だからあんだけ言ってたミスターミスターって言ったのに、二塁打はミスター超えてセリーグナンバーワンだったし、猛打賞はミスターに並びましたから。で、残り1試合やりますからね。ミスター超えがもう1個ある可能性がある。いや、怖いよ、こんなの。で、ね、めっちゃ怖いよ。マルチヒットも球団新記録になりましたしね。うん、怖い、怖い。だから言ったら、この前の試合から7打数連続ヒットだから、7打数連続ヒット、5打席連続2塁だって。いや、もう癒しなんだけど、なんかいや、もう満足して、癒されてます、こっちみたいな。だけど、まだ足りないでしょって癒しに来るみたいな。なんかすごいさ、ベイスターズファンのさ、と気持ちを分かってくれてる感じだよね。今日もさ、目の前で胴上げされちゃうんでしょっていうのを分かっててさ、じゃあ僕がどうにか癒しをあげなきゃっていうのをさ、いや本当ですよ、すごい空気読んでくれてんのかなと思っちゃうぐらいよくできた子だなと思って。だから、よろしければ、これは一つの案ですけど、DeNA さんに提案です、牧秀悟個人の DVD を出してください。いいね、それ。個人 DVD を見たい。いいね、それね。驚異のルーキー、神奈川の牧みたいな感じで。でもそれだったら、情熱大陸とかの方が良くない？ああ、でもいいよ。そっちの方がなんか、全部やる。やるやる。あれもやる。バースでもやるし。バースでもやる？やる方がなんかすごい、うまく作ってくれそう。だからなんかね。この4番になってからの打率も本当に上げすぎるから。やばいよね。そう、えぐいよな、これ。本当にさ、このシーズンが始まる前にさ、架空の一面を考えたじゃん。その時の神奈川の牧ってさ、本当に牧真一、いや、海南の牧真一の、をモデルの絵に使って、はいはい。撮ったけど、本当にね、海南の牧に見えてきたわ。4番に座ってからの、風格というか雰囲気というか、すべて俺の背中見てこいみたいな。すごいよな。何なんだろう。何だろうね。何なんだろうな。ちょっとね、いろんなことがすごすぎて、
本当にオッズ感から、うん、まあ本当ゆいちゃん言ってみて情熱大陸とかそういうなんかちょっとドキュメント的なスペシャルで、うん、ちょっと消化させてもらいたいしっかり、うん、ね、うん、スポーツウォッチャーの、ね、中のあれいいよね、ヒューマン、あ、いいね、いいね、あれとかね、いいよね、そうそうそう、あれを見た清が何喋るかとかなんかすごい見たい確かに確かに、うん、いろいろ思いました。まあね、まあ今日は残念でしたけどね、まあ、だから一番は、うん、あれだと思います、やっぱヤクルトが、うん、去年最下位からの優勝、うん、あ、2年連続最下位か。2年連続最下位。最下位からの優勝でしょ、うん、うん。だからベイスターズが今年この優勝を決められた日に最下位が決定して、うん、これの来年だから、そういう意味の、うん、やっぱり目の前で胴上げを見るっていう悔しさが、うんうん、来年に確実につながってきてくれると思うし、うん、やはり、なんだろうね、今日の試合が先に終わったことにより、うん、セレモニーより前に、うん、甲子園の映像を流して、うんうんうん、それをヤクルトファン、ベイサーが一緒に見て、うん、胴上げした後のセレモニーってなんかね、うん、このリスペクト、勝者をリスペクトしてるというか、うんうんうん、なんかプロ野球をリスペクトしている感じが、うんうん、なんかハマスタのなんか温かさを非常に感じたなっていう試合でしたね。そうですね。で、やっぱりこの、暖かい中、それを最後までしっかり演出してくれた、うんまあ、応援団にも感謝だなと、うんうんうん、もう今日で応援団の皆さんは最後 の, あそうだ、ね、リモートでしたから、うんまあ、来シーズンこそは ね, そうだね、このハマスタ内でできるようにね、うん、なるといいね、なんかそれでこそとうとう帰ってきたぞっていう感じになるんで、ね、なってほしいなと、うん、思い、まね、来年の3月までにはね、はい、締めくくろうかと思っております、うん、はい、じゃあ今日も皆様ご視聴ありがとうございました。またそしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それそれでは、うん、残りは松田での一試合、はい、マッキーもしかしたら、うん、もしかする首位打者あるよ、頼んだ